3月5日と6日の2日間、いなべ市民祭舞台発表会春の部が開催されました。6日には6つの団体が出演し、まずは北西民謡すずらん会、鹿児島県の民謡田の神音頭などを華麗に踊りました。そして女性コーラス木漏れ日です。少人数ながら前向きに努力を重ねてきた結果、ハーモニーとチームワークが向上したそうで、この日も美しい歌声を会場に届けていました。続いて演奏に集中しているときはとても幸せを感じるという綾音会いなべ大正琴クラブのステージです。ノースコールの皆さんはふるさとをテーマに会場に美しい歌声を響かせました。この後も明るく楽しく元気よくをモットーに活動しているいなべウクレレクラブと、心を一つに練習に励んできた三味線金森聖樹会の発表がありました。来場者の一人は、各団体の皆さんの頑張りが素晴らしく感動しましたし、今日は生の音色を聞かせていただき前向きな気持ちになれましたと感想を話していました。いなべ市芸術文化協会といなべ市教育委員会が毎年開催しているいなべ市民祭舞台発表会、この日は金森聖樹会指導者のお孫さんで津軽三味線奏者の小沢淳也さんが特別ゲストとして、数々の大会で優勝してきた高度な演奏テクニックを披露し、会場の皆さんを魅了していました。